さて、いよいよ待ちに待ったソルティガのエビング専用ロットが出来上がりました。長い方はキャスティングとの兼用、短い方はジギングとの兼用で、当然船の大きさとかね、三好でやるか堂の間でやるかによって、三好とか手すりが高かったら長めの竿が当然有利だし、まあ堂の間とかね、小型の船だったら短い竿でやった方が有利だしっていうね、まあこれで全く迷うことなく選べると思います。僕最初はちょっと短いモデルで、まあ、今日の潮の加減ですとか、まあ、海の状況をこうなるだけ情報を得たいなっていうところで短い竿で動かして、今海の感じを掴んでるっていうところですね。まあ、これしゃくってるうちにこうどっちがいいかっていうのを考えながら、まあ、長い竿の方が動かしやすいのでどっちがいいかっていう。おしくった。お、来た。お、そのしくん来た。来た。お、いいね。やった。30ぐらい。おお。おお。やっめ。もうどうどう。もうリフトアップ。余裕ですね。楽勝っぽいね。楽勝です。糸出せるようにしといて。はい。出せるようにして。やったやったやったありがとうございます。やりました。いやー、たまんないですね、この重量感が。